はい。皆さんどうもこんにちは。アンティークコインマニアの渡辺です。今日はですね、新しいグレートエングレーバーシリーズですね。イギリスのロイヤルミントから発売されるコインの新作が出るということで、そのお話をしていこうかなと思います。グレートエングレーバーシリーズですね。一人目のグレートエングレーバーはウィリアム・ワイオンということで、2019年にウナとライオン、2020年にスリー・グレイシスで、2021年にゴシック・クラウンということで、3種類出てきました。で、次どうなるのかなと思っていましたら、グレートエングレーバー二人目の登場時 人物が出てきましたその名はですねトーマスサイモンという方です今回はですねトーマスサイモンさんのデザインによるペティションクラウンというですね銀貨についてお話をしていきます恥ずかしながらですね僕もあまり知らないデザイナーで知らないコインだったんですが調べれば調べるほどとても面白い人物だったので皆さんもねぜひ知っていただいたらこの新しいモダンコインに興味持っていただけるんではないかなと思ってこの動画を撮っておりますということで早速始めていきましょうこのねペティションクラウンについてお話し をしていきますまずペティションでどういう意味ということなんですけれども日本語で言うとですね請願という意味になりますこのペティションクラウン銀貨が発行されたのが1663年ですね今年はその発行から360年という記念の年ということですこのね現存枚数がね20枚以下というですねこのペティションクラウンを現代の技術で美しく鮮明に復刻しましたというコインとなっておりますこのコインの歴史について言っていきましょうということでイギリスのコイン のエングレーバーバといえばですねまあまあもうみんな知ってるウィリアム・ワイオンさんあとはピストルッチさんですねソブリン金貨の裏側の馬上の騎士がですね竜をやっつけているというあの図柄で有名な方ですねこの辺りが有名どころなんですが他にもですね実はいろいろいましてその中で歴史に埋もれてしまっていたですね幻のエングレーバートーマス・サイモンさんのお話です1649年から1660年までロイヤルミントのチーフエングレーバーだったトーマス・サイモンさんですね代表作はですねこの クラウン銀貨以外にもオリバー・クロムエルのブロード金貨。 のデザインもしていたりしますこの金貨見たことあるという方も多いんではないでしょうかこのペティションクラウン銀貨はですね1663年に制作されたパターン銀貨試作品となっておりますなんでこのペティションクラウンという名がついているのかというとですねペティションというのは正願という意味なんですがエッジにですね小さい文字で正願が刻印されているということでその呼び名がつきましたこのお話はまた後でまずねトーマス・サイモンさんの生い立ちを見ていきましょう年頃に ロンドンで生まれました1635年にロイヤルミントの主任彫刻家であったエドワード・グリーンの下で見習いを始めフランスのメダルデザイナーだったニコラス・ブリオから教えを受けたと言われておりますイングランドの内政中ですねピューリタン革命において議会を支持していた人々であるラウンドヘッツいわゆる延長党 の方々が当時ですねロンドン島に拠点あったロイヤルミントのタワーミントの支配権を掌握しましたその時お前らどっちの味方するのかという風に迫られてしまいサイモンさんは議会への忠誠を宣言しましたとそしてロイヤルミントの他のスタッフとチャールズ一世が設置したですね緊急造兵局で働くために共にロンドンに留まりましたということですねかなりねこの革命とか激動の時代だということがもうこの辺りのエピソードですごくわかります1649年にですねこのチャールズ一世が処刑され されたサイモンは主任任彫刻家に任命されましたその際ですねオリバー・クロムエルのブロード金貨を含む連邦政府向けの新しいコインに制作に携わってきましたサイモンはですねチャールズ1世の息子であるチャールズ2世が王位についた王政復興の後もロイヤルミントにとどまって仕事をしたということです実はですねこのレターエッジの起源と言われているこのペティションクラウンですねイギリスのコインのエッジに文字を刻印するレターエッジが採用されたのはサイモンがオリバー・クロムエルの下でロイヤルミントのね 型台を制作していた時に始まりました。 ということでレターエッジを一番最初に作った人とも言える方です古代の時代からねコインのエッジですねこの端っこのところをちょっとだけ削ってですねその削りカスですね金とか銀とか貴金属ですからこれをいろんなところから集めて集めて集めて溶かしてちょっとした塊にするっていうですね貴金属として売却するみたいなこう不正な利益を得るということがあったんですね実はコインの歴史ってこういう不正行為との戦い出しごっこ今もそうですね偽札とかっていう問題たくさんありますけれどもそれを対策するためにどうする するかということで、このエッジに文字を入れることによって削ったら一発でわかるようにしようねという不正をね防ぐ目的で始まったというふうに言われております。チャールズ2世のコインの製造時にはラテン語で飾りと保護と刻印されるようになりました。なんとこの伝統は2015年にイギリスのポンドがですね改定されたんですけれどもその時まで続いていたというですね500年近く続いた伝統だったと。 いうことになりますす1658年ですねイギリス議会がフランスが始めたですすね新しいコインンの製造方法に興味を持ちますフランス人技術者であるピーター・ブロードをロンドンに招いて新しい技術を取り入れました。それは何かというとですね、当時のロイヤルミントっていうのはハンマー打ちっていうものを使っていたんですね。よく見るハンマーコインと呼ばれるようなものですね。それを技術革新してですね、最新の機械打ちに切り替えたいというふうにしていたんですが、ところがね、こイギリスのプライドなのか、すぐに機械打ちは受け入れられずにですね、ブロードはそまげ フランスに帰国してしまったんですよそれから4年後の1661年ですね国王はすべてのコインを機械打ちに変更するという命令を出しましたなんでブロードを呼んだ時に決めなかったのかというのはねわからないですが昔からの伝統を変えるっていう時にですねいきなりフランスから来た人の言うことを聞きづらいみたいなねそういう事情がいろいろあったのかなというふうに思いますが一筋縄ではいかなかったとこれでですね機械打ちの技術者であるブロードを連れ戻すためになんとサイモンがですね に派遣されましたはい。もう当時はね、大変ですよね。確かに電話もメールも LINE もないですから。行って、なんだかんだしてる間にですね、ピューリタン革命で亡命していたチャールズ2世が新しい王様として戻ってきたと。で、その時にですね、亡命していたチャールズ2世を助けた金在屈指のですね、ロッティエ夫妻との約束で、その3人の息子たちをロイヤルミントのエングレーバーとしてオランダから招待しました。要はですね、王様を助けてくれた人たちに恩返しということで、イギリスのロイヤルミントにですね、金 在駆使を招いたということですそして新しいコインのデザインをロッティエ兄弟とサイモンに依頼しましたとしかしサイモンはですねブロードを連れ戻すためにフランスに行ってたわけですよねフランスからイギリスに帰ってきたらなんやそんなことになっていたと いうことですねロッティ兄弟というものがいて新しいコインのデザイン出してねって言われていたんですけれども帰国直後のサイモンにはそんなことを知らなかったということで時間がなくてですね締め切りに間に合わなかったらしいんですねなんかこの辺りの状況っていうのはよくわからないんですけれどもいずれにせよですね新しい金貨と銀貨に使うこの君主の新しい肖像はこのジョン・ロッティのデザインが選ばれましたさらにチーフエングレーバーにも選ばれたわけですねってなったら黙っちゃいないのはこうロイヤルミントにもともと いたエングレーバーバちですねなんで僕たちのサイモンが卑怯だといきなり来たやつにねチーフエングレーバーの地位まで取られて納得いかないということでロイヤルミントの役人と国王にですねジョン・ロッド へのデザインを決定したことがどれほど間違っていたかを示すためにこの怒りをですね新しいデザインに向けましたそれが今回ご紹介しているペティション聖願クラウンなんですねサイモンがデザインしたこのコインのエッジにはですね技術に優れたトーマス・サイモンを唯一のチーフエングレーバーに任命するよう求める聖願というものがレタリングされていますそのためペティションクラウンと呼ばれているんですねどうですななかなか人間臭いお話でで僕はですね大好き なんですけれどもこのエピソード。僕はですね、勝手にね、このペティションクラウン聖願って聞いた時に、神様にですね、何かお祈りとか、そういう許してほしいとかんかね、そういうものなのかなと思ったら、まさかのですね、チーフエングレーバーを追い落とされた自分をどうにかしてくれというですね、そういう聖願だったということで、ちょっとね、面白くて笑っちゃったんですけれども。ですがね、まあ結局ね、これもね、締め切りに間に合わなかったという事実は変わらなかったので、サイモンが提出したですね、こう緻密なデザインの方は採用されなかったんですね。このペティションクラウンは、主中化パターンとして 打獄されて現存枚数は20枚以下という風に言われておりますそのほとんどがね博物館に収蔵されている貴重なコインですサイモンはですね1665年の8月にですねなんと47歳という若さで亡くなってしまいました死因はペストだったと 言われておりますということででで、まあ、当時の、ね、時の代すすよねねサイモンがです、ね、これから油乗って15年20年生きていたらどんなに素晴らしいコインが出ていたかと思うとですねほんと悔しいですよね。ウィレム・ワイオンと並ぶようなエングレーバーとして名を残していた可能性は十分にあるかなと。 いう,ふうに思っておりますこの後ですね、ようやくこの美しいですね、裏側のシールドのデザインは1763年に発行されたコインに採用されました。死後ようやくですね、生願ついに至ったということになります。いかがでしたでしょうかイギリスのクラウン銀貨ね、語る上では欠かせないエングレーバートーマス・サイモンさんです。まだまだね、このイギリスのコインの歴史知らないことがたくさんあるなと。もうほんと日々勉強でございますが、こういうですね、20枚しかないこの貴重なコインですが、このロイヤルミントが新しく発行してくれます。 この新しいググレレーーートエングレーバーシリーズですねペティションクラウン銀貨。思っていると、裏でですね、2枚に分かれて発行されております。かつね、オリジナルには存在しない金貨っていうものもありますので、現在のね、技術で再現された美しいペティションクラウン、ぜひ手元に置いてみてはいかがでしょうかということです。詳しくはですね、概要欄のところに買い方等載せておりますので、よろしくお願いします。これね、結構ね、発行枚数少ないようですので、検討している方はお早めにご連絡いただけるとと思います。 我々も何枚ぐらい確保できるかわからないので早めにご連絡いただけたらと思いますということで本日はですねトーマス・サイモンのペティションクラウンについての動画でした本日もご視聴いただきありがとうございましたまたこの動画気に入っていただけたらチャンネル登録だったりですねいいねしてもらえると嬉しいですではどうもありがとうございました失礼しますバイバーイ